ビリー・ヘニッヒ、ビリー・ヘニッヒ -1976 年11月5日、ルート・ビヒスブルクはドイツの動物学者。創始めを専門とする昆虫学者としても知られるが、特に分岐学、すなわち、生物の進化過程を分岐パターンとして推定する、系統学、分類学の創始者として名高い。労働者の家庭に3人兄弟の長男として生まれた。 ドレスデン近郊クロッチェの高校に学び、動物学に関心を示して教師により、ドレスデン動物学博物館の爬虫類学者マイゼ、ビルヘルム名声に紹介された。早くも1931年に体系学者としての彼を予感させる、小論文大ステレオンでアシストマティック・インデア・ズラジーを書いている。1932年卒業。マイゼの下でヘビの研究に携わる一方、 ライプツイヒ大学で動物学、植物学、地質学を学んだ。ドレス伝動物学博物館で、創始めの専門家ファンエムデン・フリッツイシュドールバン、エンダン、またその後継者、ギュンター・クラウス・ギュンターと親交を結び、創始めについても研究を進めた。この時期までに彼は八方の論文を表しており、創始目の他に、トビトカゲ属についてのものもある。 この後、修立ドレス伝動物学博物館に勤め、1937年から、ベルリンのカイザービルヘルム教会ドイツ、昆虫学研究所に勤める。1939年に教え子だったイルマ・ベーネルと、イルマ・ベイナートと結婚し、3人の息子を設けた。第二次世界大戦で戦場に動員されたが1942年、負傷し、ベルリンの熱帯医学衛生研究所に、 昆虫学者として配属された。終戦直前にはイタリアに派遣されて、マラリア対策に携わったが、1945年5月の敗戦により、イギリス軍に拘束され、秋に釈放された。この間に、まだ発表していなかった、分類学の業績を、妻、イルマの手も借りてまとめた。1945年から1947年にかけて、 ライプツヒヒ大学の指導教官の代理として動物学の講義を担当した。1947年昆虫学研究所に戻り、1949年には昆虫体系学部門長となった。1950年にはポツダムのブランデンブルク大学の動物学教授を兼任した。1950年は彼の分岐学理論が世に現れた年である。 この都市ベーシックアウトラインオブ、エイセオリーオブファイロゲネティックシストマティクスを発刊し、進化系統を分類学の基礎とすべきことを主張した。その後、総締め分類学とともに、系統学の方法論に関する論文も発表していった。ポケットブックオブズーロジーでは無脊椎動物に初めて系統分類を適用した。彼はベルリンのアメリカ地区に住みながら、 ソ連地区にある昆虫学研究所に勤めていた。1961年、フランスへ旅行中に、ベルリンの壁が作られつつあることを聞いて、急遽帰国した。彼は、共産主義に批判的だったので、西ベルリンに残り、ベルリン工科大学で一時的に教授職を得た。アメリカからの招聘を断り、シュトットガルト自然科学博物館に勤めた。1963年、 博物館の収蔵品が保管されていた、シュトットガルト金庫ルートビヒスブルクに移った。ヘニッヒのシュトットガルトにおける業績は、ほとんどが、総締めの分類に関するものである。彼は科学誌シュトットガルトバイトリーがツアーナ・トゥー・クンデイに、大部分の論文、29編を出している。創設としては、エルヴィン・リンドナーのフライズ・オブ・ザ・ペイリアークティック、リージョンズとハンテブックでアズラジーに発表したものが、 特に重要である。分岐学的方法論も数編の論文として発表され、中でもエルンストマイヤーの批判に応えた、クリディスティックアナリシスはクリディスティッククラセファケーション、エイリブライツー、エルンストマイールが重要である。1968年には、ベルリン自由大学から名誉博士号を贈られた。また1970年には、中便ンのエーベルハルトカールス大学から、 名誉教授の称号を送られた。晩年は健康が優れず、1976年11月5日に心臓発作のため休止した。ありがとうございます。